イベント決定。2月の21日、場所がセレネさんです。セレネさん概要欄からチェックの方をよろしくお願いいたします。お願いします。イエーイ。お前なの絶対。俺じゃないでしょ。あ、絶対お前だって。ここで一般できたら俺です。大吉です。おばさんに来ていただきます。やー、どこいで春巻き100本チャレンジ。おー、春巻き。のりさんが別企画でちょっと今春巻きを食べれない状態なので、一室4名でしょうか。5人ならね。ガチクソ気持ち悪い生き草お化けが春巻き苦手らしいんで。え、え、これもう戦力外、戦力外2人やん。そう、からの戦力外2名なんで実質1人みたいな。うわ、マジか。まあまあ、いいよいいよ。戦力外2名。これがあのスイートチリソースか。いただきます。いただきます。俺一人でまず100本食うから。お、音がバリッバリじゃん。そうじゃない、マジでうまい。これ静かにやつ、ビスパーのやつ絶対うまいですね。マジうまい。いただきます。これやばい。肉がすごいもんね。パンパン。え、めっちゃうまい。マジで832の人。野菜。32。野菜。マジか。この3人は届かない。完食。はい。やば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 い。見て見て。香り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 。ああ。ああ。やばい。やばい。ああ。香り香り香り。いや。おかえりなさい。はよ。ここの飯絶対やばい。そうですね、ちょっと見て。あ、あ、あ、すごい。めっちゃアホな猿のおもちゃ。あ、誰も。はい、はい、はい、ご覧ください。どうもお願いします。はい、乾杯。はい、どうぞ。早っ早っ。パンパンの飯7本目早く。僕もおかわりです。お、僕もおかわりで。僕もおかわりで。ポン酢いっちゃっていいですか。いいよ、いっちゃって。絶対ポン酢うまい。コーラいっぱい完食。契約結んだ。マジさっぱり。なんで全員正義になった。そうそう、俺まあまあ瀕死やから。え、早ない。お母様、お母様、お母様、食ったら、あの、見てる皆さんから100万円ずつもらいます。はい。これでも結構きつい。それぐらいやばいです、これは。あ、溶けた。あら、たまりやすいんじゃないの。さあ、11本目。さあ、ちょっとほんじゃここでね、皆さんの、腹の度合いをね、段階5で聞いていきたいと思います。はい。ターボさん 0.03 ですよ。またお前、こんなの言ってるやん。はい、ほんじゃあ、スイートチリソースさん 9.2。お、超えて持ってるやん。はい、じゃあ、玄海さん 75。 75! ちょっと、あの、テレビ編集。あー、来た来た来た、体操ね。ゲー、深いため息つくな。おかえりください。僕も。はい、頑張れ、頑張れ。陽平さんの真の価値が出てきた。うお、新しいキャラクターが10本完食。瞬間のもう近づいてきた。 100% ない。大丈夫、それだけはマジで買ってくる。朝から何も食ってないで、それこれ、これ。おかえりください。あー、もうめちゃくちゃ王者の感覚を。すごいな、今日見応えあるな。おかえり。はい、おかえり。11本完食。すげー。やばい、やばい。高校野球3年生最後の夏祭前の春の追い込みの顔してるから。2年生をクロスするような顔してるから。よいよー、ごちそうさま。ふな、正式に、正義終了です。正式に。正式なやつです。バイバイバイ。お笑いを忘れてただただ食う。ファイターな。いや、これはこれでありです。お笑い苦手だから。
今の2年に言われたけど何してるわけよ。さんあるぞ、お笑い。あーやばい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 、裏やばい。お帰りください。お帰りください。すっげー顔してる。じゃあデブの大本命いきますか。おヨモヘやばい。うわ、来てる。恐怖や。うわ、最後の夏の思い出。それなんだ。じゃあ、万博お前が怖い。やべえ、王者が追い上げてる。すごいな。もう、テレさん、でももうレギュラーもう自主練やめましたよ、ね、ほら、見てみ、横のレギュラー今、チャンス練習やめてるから。はいはいはい、はい、今、ここで行かないば、おかんに恩返しできない。行きます。まあ、今感動的な BGM 流れてますから、おかんに今回しようや。死ぬ、死ぬ、死ぬ。せや。おかわりください。ゆえ、僕も、はい、ちょっと僕はね、歩いて、はい、腹をすかしてきますわ。嘘でしょ。嘘でしょ。散歩。嘘でしょ。おっさんやん。こってこで出えよ。やばい、タモさんが本気出してきました。来るぞ。タモさんが本気を出してきました。何何やそれは。やべえの。大輝さんのね、僕をやべえよ。準優勝で止まりますよ。でラストのバッターになってね。ラストのバッターやべえよ。おいピッチャーゴロでスライディングしなくてことになりますよ。もういいですよ。帝門学園ですもんね。4番ファースト、大輝です。そこまで行った。そう、分かってる。お帰りください。ガチの4番が、うわ、行った。ガチの4番がレギュラー陣を感化した。そうですね。やばい、これが王者か。まあ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 、みんなもうまだ生きてる。俺はまだ普通に。もう生きてるよ。で俺は多分最初のペースから。あれかな、夏諦めるかな。諦めません。まだまだこれから追い込む。バイバイ。じゃあ、あさってね、引退3年生の試合、引退3年生の試合、引退3年生の試合、お疲れ様でした。引退したー。ギブアップです。引退した。ヨウヘイギブアップ。いや、だいぶ活躍しました。いやー、貢献したね。なんか俺も生き残ってる感じで15本目だよ。あ、ルイ、はい、味方。別に相手に俺争ってないからですね。おやばいやばい。マジです。こいつやばないですか。店長も驚きです。あーい。店長も驚きだね。今回は素直にもうギブアップします。もうギブアップします。この瞬間だって気が悪いから17食うわ。おお、共演はいつ 13.5。 うわ、やばい。あ、おじいちゃんがやばいやつ来た。蛍光のやばい。優勝、はい、優勝とかねえんだけど、優勝とかないけど、まあ戦い、うん、結局結果戦いだったということで、はい、よいしょ。あー強い。やっぱこいつなんと千さん、はい、17。17。いや、もう限界。え、14.5。それいいから14。ずるいから。そう、まあ半分食べたけどね。ガチやん。13.5。いいからさ、13.5。お前13なんだから。そういうの食べてた。俺しか食ってないんだから。お前何も食って。6です。クソやないの。やるぞ。合計いくらですか。じゃあ50。うわ、50本か。ちょうど50本。50本。ちょっと100本さすが
対無理だ。この人数無理だ。やばい。じゃあ普通の春巻きを想定してたから、そう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 、100ぐらいなんじゃねえかなと思ったけど、本当2倍ぐらいあるから。皆さんもぜひね、新しい看板メニューみたいなんで、大間原宿さんに来てこのベトナム春巻き食べてみてください。それでは皆さん、少しでもね美味しそうだなと思ったらチャンネル登録とかよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイミー。バイミー。